ニュージーランド在住のセイです。今日はニュージーランド一周旅行の3日目、プレナムという町のホリデーパークに滞在しています。昨日の夕方このホリデーパークに着いた時はちょうど私の後ろのこのキャンプグラウンドですね、ここがもう全部のサイトがテントと車で埋まってたんですが、今はもう綺麗さっぱりと言っていいぐらい一気に人が減りました。今ちょうど午前10時でチェックアウトの時間なんですが、こんなに一斉にいなくなるとは思いませんでしたね。みんな他の街もいろいろと見て回りたいんですね。そして多分また夕方からは人がいっぱい集まり出すんでしょうね。そして今日は本当にいい天気です。昨日までちょっと小雨がパラつく感じだったんですが、今日はもうそんなことなさそうですね。ということで今日は私もこれからあちこち出かけていろいろ見て回ろうと思います。では行ってみましょう。私が滞在してたキャンプグラウンドのスペース以外もだいぶ人が減ってますね。ちょうどこの右前の芝生のスペースも車がぎっしり昨夜は止まってたんですが、もう綺麗さっぱりいなくなってますね。あと昨日今日と滞在することになっているこのブレナムトップ10ホリデーパークというところなんですが、このキャンプグラウンドはちょうど幹線道路のすぐそばにあるんですね。そして今正面に映ってる橋がその幹線道路の橋で、これが結構夜中、本当1時とか2時とか3時とかでも普通にトラックがもうバンバン走ってるんで、結構騒音がすごかったですね。ちょっとニュージーランドらしさというのがちょっと満喫できないキャンプ場だなというふうに感じました。まあまだここはピクトンという町のすぐ近くで、どうしてもあのフェリーで南北を行き来するトラックとか車がたくさん通りますからね、どうしてもこの辺は交通量が多くなるんでしょうね。そして今回の旅の後半ではワナカ、テアナウ、それからレイクテカポの近くにある、ルアタフなんとかっていうちょっと名前が覚えにくいところがあるんですが、もうそういう結構山奥の静かなとこに滞在する予定なので、その時はこういかにもニュージーランドって感じの滞在を満喫できるんじゃないですかね。何はともあれこの旅程の割には日数が少なめなので、しっかりと時間を無駄にしないように見てみたいところは全部見ておきたいですね。今日はピクトンの町周辺の半島のようになってるエリアですね。地図で見るとそこがぐるっと一周できるようなので、そこをぐるっと回って面白そうなところがあればそこに立ち寄ってみたいと思います。では行ってみましょう。ちょっと面白そうな川の土手を見つけました。さっき橋を渡ったらすごく綺麗だったんですよね。そして車で入りそうだったんでちょっと来てみたんですが、案の定普通に入っていけますね。お、よいしょ。お、あ、すごい綺麗な川ですねこれ。おお、なかなか流れの速い川ですね。よいしょ。あ、気持ちいい。あ、いいなこれ。いや、それにしてもなんかいい景色ですね。
ずっと広い川が続いて、その先に橋がある。車と電車、両方の橋がありますね。なんか風情ありますね。これ今逆光なんですけど、午後というか夕方ですね。日が西に傾いた頃に来たらいい感じに見えそうですね。これなかなか綺麗な川でしたね。また帰り、ちょうど日の当たり具合が良くなるであろう頃にまたちょっと戻ってきて、いい感じの写真が撮れたらいいね、いいですね。ではこのまま次のとこにも行ってみましょう。おお、これは気持ちいいな。まっすぐですね。いや、なんか両サイドがぶどう畑ですね。そういえばこの辺の町って結構ワイナリーで有名なんですよね。通りで、あーすごいな。もう横一面ずーっとぶどう畑ですね。いやー広いなー。あ、そしてなんかトラクターみたいなやつもでかいですね、今の。なんかこちらの方に海の方まで行けそうな道を見つけました。多分あの左前にあるやつは公衆トイレでしょうね。ということはこのまま行けるんだと思います。砂浜というか、かなり石がゴロゴロした海岸に到着しました。ここがですね、ご覧のように私以外誰もいません。こんな具合にちゃんと公衆トイレもあるんですけど、全然人がいませんね。ちなみに中はこんな感じで普通にちゃんと掃除されてますね。そしてトイレットペーパーもちゃんと用意されていると。ニュージーランドってこういう感じで結構綺麗な場所なのに、なんか全然人に知られてなくって、人が全然寄りつかない、そういった場所がいくつもあるんですね。こうガイドブックとかで紹介されてないからみんな知らなかったっていうのがよくあるんですよね。私も今回の旅でそういったところをたくさん見つけられたらなと思っています。ではせっかくなのでちょっと砂浜の方にも入ってみましょう。ここは地面がとても柔らかいから車で入らない方がいいよという注意書きがありますね。なのでちょっと念のため歩いて入っていこうと思います。ここ今歩いてて気づいたんですけど、ここの石こう結構平たいくて表面がすべすべした石が多いですね。波で洗われてこういう形になっていったんでしょうね。結構触ってて気持ちいいですね。これもすべすべです。あつあつつ。では次に行ってみましょう。他はどんなものが見れますかね。いや楽しみですね。ここずっと右側の方、家が連なってるんですね。こういうとこにずっと住宅が連なってるというのはなかなか不思議な、別荘みたいな感じですかね。ずっと海沿いなので、もしかしたらここで暮らしてる人もいるんでしょうけど、
別荘として持ってる人も多いのかもしれませんね。いいですね、こういう場所で週末とかのんびりできたら。こちらはキャンプ場ですかね。さっきのビーチの反対側の端っこあたりまで来たわけですが、なんかキャンプ客がいっぱいいますね。よいしょ。結構キャンパーバンとかで来てる人が多いようですね。ここはラランギレクリエーションリザーブというところのようですね。こちらの注意書きを見ると、休憩とかキャンプ OK でトイレもありますと。ただし焚き火は禁止、こういった場所なんですね。そして、ここのキャンプする場合は大人が1人8ドル、子供が1人4ドル、そして、セルフレジストレーションとなっているので自己申告のようなものですかね。多分どこかこの8ドルとか4ドルを支払うための箱があるんだと思います。こういう場所もあるんですね。ニュージーって結構こういった格安あるいはほぼ無料といった感じのキャンプ場があちこちにあるんですが、そのキャンプ場がどこにあるのかっていう情報を調べるのが意外と苦労するんですよね。とりあえず走ってさえいればあちこちにそのキャンプ場を見つけることができるんですが、やはりあらかじめどこにあるか知ってるとよりありがたいですよね。こういったとこもいずれ泊まってみたいですね。では次の場所に向かってみましょう。よいしょ。お、結構なくねくね道ですね。よいしょ。結構この辺はくねくね度合いがすごいですね。道もすごくうねってますし、ところどころ行き違うことができないぐらい狭いところもありますね。この山道の途中ででっかいキャンピングカーとすれ違ったりしたらちょっと大変そうですね。おお。よいしょ。でもそんな中でもみんな飛ばしますね、やっぱり。そういえばこの道沿いに結構なんとかウォークウェイとかなんとかトレッキングコースっていうのをよく見かけますね。お、ホワイツベイなんでしょうね、これ。ちょっと行ってみましょうか。キャンピング&ピクニックエリアとなってますね。どんなとこなんでしょうね。おお、結構途中途中で芝生のエリアがあって、そこでみんなキャンプしてるんですね。おお、ホワイツベイという名前の通り海が目の前ですね。よいしょ。ただめちゃくちゃ広いというわけではなく、どっちかというと磯のビーチっていうところでしょうか。岩がゴツゴツしてそうですね。というかこのキャンプ場人気ですね。車だらけです。もうすでに満員という感じでキャンプをするスペースがろくにないですね。今のキャンプ場もなかなかいい感じのとこでしたね。
レジストレーションフィーが、大人が1人13ドルとのことでしたが、まあ全然安いですよね。次の夏はキャンピングカーとかキャンピングトレーラー中古とかで買って、でこの辺に来て長期で滞在するっていうのも楽しそうですね。そして今気づいたんですが、時刻はもう1時を回っています。本当はお昼過ぎにはピクトンに着いてそこで何かお昼を食べようと思ってたんですが、もうこの調子じゃピクトンに着く頃は夜になっちゃいますね。ちょっとペースを上げた方が良さそうですね。ひとまずこのままぐるっとこの半島を進んでいこうと思います。お、結構この道勾配がある上にこの舗装されてなくて土がむき出しなので結構滑りますね。さっきから時折スリップ防止機能のトラクションコントロールが作動してますね。おー、すごい。今ロビンフッドベイというところに到着しました。すごく広々した芝生があって気持ちいいですね。よいしょー。はい、今ロビンフッドベイというところに到着しました。未舗装の結構な山道をくねくねと延々と走った先にあるところで、やはりこういうところなだけあって人は少ないですね。砂浜もこういった感じでぐるっと円弧状になっていて、こうぐるーっと湾のような形になってますね。そして奥の方に砂浜があって、手前は石がいっぱいゴロゴロ転がってるような感じです。そしてこの反対側の後ろの方ですね、こっちはずーっと広い芝生のエリアになってます。ここちょっとキャンプしていいかどうかはわからないんですが、普通にちょっと日帰りでピクニックに来るのも気持ちよさそうですね。ちなみにここでっかい鉄塔もずーっと通ってますね。この先の方にあるちっちゃな村のためにこう通してるんでしょうね。そういえばここに来るまで結構な砂利道通ったわけですが、こう砂がいっぱいかぶってますね。特に車体の後ろの方はこう巻き上げた砂が結構細かいですね。これがびっしりと上からかぶってます。いやー、それにしてもここなかなか気持ちのいいビーチですね。人も少ないし芝生がこう広くて気持ちいいし、しばらくちょっとここで休みたいんですが、もう時刻は2時近くになってて、お腹がもう空きました。実はお昼はピクトンで何か食べようって思ってたので、何もお菓子とか、あとはちょっとしたお昼とか用意していないんですね。なので、ちょっとここでのんびりしたくはあるんですが、先を急いだ方が良さそうです。では、ピクトンの街もゆっくり見てみたいので、ここからは急ぎ足で移動しようと思います。では、行ってみましょう。ちょっと舗装された場所に出てきました。けど、結構道が狭いですね。できれば対向車とか来てほしくないですね。
すれ違いできなくはないんでしょうけど、ちょっと大変そうだな。この辺人少なそうだけど、意外と対向車がさっきから通ってるんで。お、なんか綺麗なビーチっぽいのが見えてきました。おお、これはすごい。名前はオーシャンベイですね。すごいな。すごい、なんかちょっとクイーンズタウン周辺のフィヨルド湖みたいな、そんな感じですね。おー、すごい、おー、綺麗だな。気持ちいいなぁ。いや、見事な景色ですね。はぁ、気持ちいい。いやぁ、気持ちいいなぁ、ここ。すごいなぁ。はぁ。いやー、今いい絵が撮れました。ますますピクトンに着く時間は遅くなりましたけど、いや本当に綺麗な映像が撮れたんで満足です。今回撮ったドローンの映像を多分インスタにも上げてると思うんで、よかったらそちらも見てみてください。では今度こそはピクトンまでもう止まらずに行きたいですね。また止まるかもしれませんが、ただ本当に綺麗な景色でした。いやー、撮れてよかった。ではこのまま先に行きたいと思います。はい、今ちょうどあのインターアイランダーのフェリーがこの岬というんですかね、このフィヨルドのようなところを走ってるところをちょうど目撃したので、慌てて今撮影しました。綺麗ですね。これ一緒に写れるかな、どうかな。いやー、完全に偶然だったんですが、いいものが撮れましたね。おそらく途中途中でこうやって立ち止まって撮影していなかったら、こうタイミングよくフェリーに出くわすことはなかったでしょうね。いやー、ラッキーです。いいものが見れました。よし、では今度こそピクトンに向かいます。もう何度目でしょうね、これ言うのね。でも本当もうお腹空いたし、あともう十何キロだそうなので、さすがにもうこれ以上見どころはないでしょうね。よいしょ。これはピクトンの町の近くの、名前忘れたけど、なんか隣町みたいなところですね。お、近くまで来ましたね。うわー、すごい、ボートだらけ。すごいな。ピクトンの町に到着です。
昨日フェリーから降りた時と打って変わってやっぱり天気がいいので全然こう街の雰囲気が違って見えますね。よいしょ。到着しました。じゃあちょっとここでお昼にしたいと思います。もう時間は3時半でもうお昼というにはちょっと遅いですけど、もうお腹ペコペコです。何か美味しいものを食べようと思います。こちらがピクトンの街中の様子です。昨日もフェリーを降りた直後に車でこの通りを通ったんですが、昨日は曇ってましたよね。そしてやっぱこうやって晴れてるとそれだけで雰囲気が全然違って見えますね。こう観光地というかリゾートのようなそんな雰囲気です。ということで今ピクトンの街を満喫し終わりました。いやー、なかなかカフェで食べたアイスコーヒーが甘くて美味しくて、その後あの港沿いの芝生のところで休んでたんですが、なんでしょう、あれはこうハワイのワイキキのような雰囲気に似てましたね。あの落ち着いたいい感じのリゾート感、なかなかというかすごく良かったです。ではあとはこのままブレナムの方に戻って、今朝撮影したあの川の橋ですね、あそこもう一度戻っていい写真が撮れないかチャレンジしてみたいと思います。ということで今朝ドローンを飛ばしたりしてた川の前に戻ってきました。ちょうど今はこの画面の向かって左側から日が差しているので、今朝と違って逆光になってなくって橋の姿が見やすいですね。まあ、ここで少し写真も撮ってみたんですが、なんか思ったほどかっこいい映像にはなりませんでした。まあ昼間に見た景色がすごすぎたからかもしれませんね。そしてここから私が宿泊しているキャンプ場までは残り2キロかそこらですね。もうほんの数分で着く距離です。そして時間の方はもう5時を回りました。今日も一日中思いっきり遊びましたね。本当に天気にも恵まれて大満足の一日でした。では今回の動画は以上で終わりです。明日はネルソンという町の方まで移動することになっています。次の動画でその時の様子をお届けしますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をしてお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。